トマエ様は以前配信で高校時代ギャルだったと話されていたのですが、何かエピソードがあればお聞きしたいです。また玉木くんは高校の時どんな学生さんでしたか、とのことで。ギャルだったの？あ、そうです、私めちゃくちゃギャルしてました。今黒髪だけど金髪とかだったの？あ、全然もう、もう金メッシュとか、まあ、Xってバーってして、感じでしたね。怖いよ、僕陰キャなのに怖いよ。そう、いつもつけまつげを実家でこう、はいはいはい、なんかこうポロって落ちたのやつとか、うんうん、お前またトモエ毛虫こんなとこに置いてみたいな。ムカデか毛虫みたいな落ちてる家に。そう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 、あの一番ホラーだったのはトイレに、なんか私寝ぼけてて多分、はい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 、ペリって取ったのを多分バッて置いてたんですよ、うん、壁に貼り付けて。あー、なるほどね、うんうんうん、でそれを今朝なんかそれ見た、うん、誰だったかな、弟かなんかがもう、うん、ギャームカデーみたいな。かわいい弟かわいい、あ、トモエかーって、うん。まあでもなんかわかりますけどね、そのコンタクトレンズ外して、うん、なんかゴミ箱がなかったからとりあえずその鏡のとこに貼っといてみたいな。そうそうそう、あとで、あ、なんか貼り付いてんなっていう感じで撮ったりとかありますけど。そうそう、しかもコンタクト乾くと硬くなるからね。そう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 、危ないんですよね。ね、あれあんま良くないんですけど。そうそうそう、他に何かそのギャル時代の思い出みたいのありますか、うんうん、どんなギャル生活してたの？あ、なんかこれ配信でも一回話して、うん、話したんですけど、はいはい、学校に出前でピザを頼む、うん、はいはい、あ、なんかねマシュマロ来てたから、それもせっかくなんで一緒に出しましょうかね。あ、本当ですか。じゃあこちら行きましょう、はい。白雪さんは学生時代に学校宛に出前ピザを頼んで教師に呼び出されたエピソードがあるようです。玉木さんは学校で出前を頼む場合何を頼みます？頼まないけども、なんだこれは。てか頼まないぞ、これさ後半の、そう、質問がおかしくない？出前を頼む場合何を、そこかよみたいな。頼まねえよ普通は。そう、頼まねえよ。え、でも学校に出前でピザ頼んで来るんだ、うん、あ、来ます来ます、あの校門に来るんですよ。マジで？それ普通に職員出るんですよ。はい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 、バレるよ。あの、うん、そう、バレちゃって、うんうんうん、普通にあの呼び出されました。こうなりました。白雪さん、職員室来てくださいって言われて、そう、はい、1年番組白雪とも地球職員室から感じで。なんで呼び出されないと思ったの？めちゃくちゃ怖い。いや、バカだったんですよ普通に。はいはいはい、なんででしょうね、普通に来ると思ったら昇降口に、いや、来ないわ、玄関に来ないわ。そして、あの窓こう見てたら、あれ、うんうん、これさ校門に来るんじゃねっす、あの女校門にピザのお兄さん来てて、そこにあの一番怖い先生が取りしてて、やだー、これあれやべえやべえよって。友達とかも途端になんか一緒に頼んだくせに、うんうんうん、なんかいや私知らないみたいな。裏切られとるやんけ。裏切られましたね。ギャルってそういうもんなの？なんかギャルとは全然無縁なところにいたからわからないんだけど、うん、ギャルって普段何して過ごすの？何して過ごす、うん、とりあえず生きて、なんかド派手なパーカー着てますね。着てそう。ダサいぞ。もうね、今話すとほんと黒歴史すぎてね、はいはいはい、恥ずかしいんですけど、とりあえずなんかパーカー、とりあえずパーカー、とりあえずパーカーと、うん、とりあえずこう規定じゃない、うん、ネクタイ仮で。ああ、はいはいはい。ああ、でも確かにヤンキーの子それやってたな、うん、とかですね。うん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 。あとは、授業中につむつむ。これ私だけですけど。授業中につむつむ。あ、でも授業中に携帯電話触るのは陰キャでもやるからな。あ、ほん、そう、じゃない？あ、でもそうですね。携帯は、うん。携帯は多分、うんうん、授業中にツイッターとかやるんじゃないかな。多分ツイッター僕もやってたしな、うん、授業中に。え、授業中にやってました？やってたやってた。そう、ギャルですよ、ギャル。え、そう、ただ勉強ができなかっただけだよ。うん、いや、そう、ただ勉強ができなくて、ツイッターでなんか、あの、可愛い画像とか探してただけだから。可愛いよ、やべえ、ギャルよりやばいぞ。二次創作の可愛い画像を探してただけなので。え、待って待って、うん、え、